この話、まあ、ある一般のサラリーマンの男性の話なんですけど、はい、まあその男性っていうのが非常に仕事熱心な方で、うん、まあ結構普段から進んで残業とかも自らやるぐらい、まあ、仕事に対して前向きな方だったんですけど、まあ、やっぱそういう生活繰り返してたっていうこともあって結構日頃からちょっと寝不足気味ではあったんですね。うんでまあ、いつものように仕事が終わりまして でまあ、その日もちょっと残業やって帰ったらしいんですけどその帰りの電車の中であまりにも眠すすぎて寝ちゃったらしいんですね。その方おいくつぐらいの方なんですかっておっしゃってますね。で帰りの電車で寝ちゃったらしくてでそれが結構まあがっつりと寝てしまったらしくて、うん、ふと目が覚めた時には本来自分が降りるはずだった自宅の最寄り駅から遠く離れた全然知らないところを電車が走ってて、うん、で パッと目が覚めて周り見たら人もほとんどいなくなっててその車両の中には自分と少し離れたところに女性が一人座ってる、うん、あしまったと寝過ごしてしまったっていうことで、まあ、次の駅で降りなきゃなって思って駅着くのを待ってたんですね。はい、で次の駅着きましてで電車降りてその反対側のホームに行って逆方面の電車が来るのを待ってたんですね。うん、そしたらさっき同じ車両に乗ってたその女性も降りてきて。うん で同じように逆方面の電車を待ってるお<う>あもしかしてあの人もね過ごしちゃったのかなって思って、まあ、気にせず普通に電車来るの待ってたんですね。ええ、でその数分後電車が来まして「うん、あよかった来たと」と、まあ、あの電車乗ったらさすがにもう今度は寝ないようにしなきゃなと思って泊、まあ、まるの待ってたんですけどそしたらもう本当に突然のことだったんですけどその女性が「 電車が目の前に来るぐらいのタイミングでバーッとホームから飛び降りて<え>でその電車にバーンってはねられたんですよ。<え>でうわっって思ったその瞬間意識がバーンってなってでふと気づいたら電車の中にいるんですよ。はい、あれって思ってで周り見たら人がほとんどいなくて自分と少し離れたところにさっきの女性が座ってる。<え>あれこれこなんだと、うん 夢でも見たのかなって思ったんですけど、まあ、どうやらその寝過ごしたっていうのは間違いないみたいで、まあ、全然知らないとこ電車が走ってたんで、まあ、なんか気持ち悪いなと思いながらも次の駅着くのを待ってたんですね、はい、で数分経って次の駅着きまして、うん、でまた電車を降りて反対側のホームに行って逆方面の電車が来るのを待ってた、うん、そしたらまたさっきと同じようにその女性も降りてきて<え>自分と少し離れたところで電車来るのを待ってる。うん あれこれこさっきと同じ光景だなと。うん、いやでもまさかなって思って、まあ、そのまま電車来るの待っててで数分たってまた電車が来ましてあ来たと思って見てたらその女性がまた電車が目の前に来るぐらいのタイミングでホームからバーて飛び降りてまたその電車にバーンってはねられたんですよ。はい、でその瞬間またさっきみたいに意識がバーンってなって、うん、で気づいたらまた電車の中に戻ってる。えー で周り見たらほとんど人がいなくて自分と少し離れたところにその女性が座ってる、うん、あれこれなんだとなんか時間がなんか巻き戻ってるみたいな感覚ですごい気持ち悪いなって思ったんですけどで、まあ、これもしこのあとまたその女性が同じように飛び降りようとしたらちょっと今度は。 止めようとあまあさすがにちょっとあんな光景何回も見たくないって思ったんでもしまた飛び降りようとしたら今度は止めに入ろうって決めてでまた電車が着くのを待ってたんですね。で次の駅着きましてで電車降りましてまた反対側のホームに行って電車来るのを待ってたら、まあ、案の定その女性も降りてきて、うん、で自分と少し離れたところで電車来るのを待ってる。はい、で今度はもうちょっっと気を張ってて、 もしまたその女性がこう一歩でも踏み出そうとしたらバーって止めに入ろうって思ってたんでチチララその女性ののの様子を見ながら電車来るの待ってたんですねでその数分後電車が来まして、はい、では来たと思って見てたら案の定その女性が電車が目の前に来たぐらいのタイミングでまた飛び降りようとしたんでよし止めようと思ってバッって動き出そうとしたんですけど体が全然動かない。で<ー>でも声もも声出ない、うんでも みたいなな感じにっっちゃってで案の定その女性そのまま飛び降りてまた電車にバーンって跳ねられたんですよ。はい、でまた同じように意識がバーンってなってまた電車の中に戻ってる。うん、ただ今回さっきまでと一つだけ違う点があって、ええ、その女性が自分のすすぐ隣に来てたんですよ、はい、でよちょっとびっくりしたんですけどあまりにも怖くてちょっと体動かなくてそしたらその女性が。 自分に聞こえるか聞こえないかぐらいのすっごい小さい声で。一緒に死んでくれるって言ったんです。でも怖すぎて、もうその言葉には一切答えず。もうひたすらぐっと目を閉じて、もうじーっと次の駅着くのを待ってたんですね。はい、でもひたすらこうじーっと待ってたんですけど。なかなか駅に着かなくて。<ー>あれおかしいな、さっきまでだったら、もっと早く着いたはずなんだけどなって思ったんですけど。 あまりにもつかなかったんでちょっと勇気出してゆっくり目を見開いてみたんですねそしたら周り誰もいなくなってて、うん、その女性もいなくなってる、ええ、あれまあ今度こそ夢だったのかなって思ったんですけどそっから1分もしないうちぐらいに次の駅着きまして、うん、でまた同じように電車降りて反対側の方も行ったんですけど、まあ、周り見ても誰もいない、はい、でその女性もいなくなってる。 思ってまあ電車待ってたんですけどなんか違和感を感じてまあ違和感というか,なんか気配的なものを感じてただまあ気配を感じるとはいってお周り見ても誰もいないじゃあこの気配は一体どこから感じるんだとってまさかなって思ってちょっとまあ恐る恐る身を乗り出して線路の上を見てみたんですね、はい、そしたらその線路の上にその女性が倒れてて思いっきりこっちを見てたんですよ<え>。でも ゾッとして、はい、でその瞬間電車がバーって走ってきてえ,え、でえまさかって思ったんですけどその電車がその女性の上をスッって走っていってでそのままその駅で電車止まって扉も開いたんですよ。はい、で一瞬どうしようかなって思ったんですけどその電車の車体と下の,そのホームの隙間の小さい空間あるじゃないですか。ありますね。 あそこから血まみれの手がこうやってゆっくり出てきてそれ見てもあもうやばいとあもうダメだって思ったんでもうその場からバーって逃げ出し,逃げ出してでも駅からもう出てもうその日はもう怖かったんでもうタクシーで帰ったんですね、はい。で次の日朝起きましてで昨日のあの経験一体何だったんだろうなと。 気になってで、まあ、本当に夢だったのかなって思ったんですけどその駅の名前だけははっきり覚えてたんで一応ちょっと調べてみようと。で駅の名前検索してみたんですね。そしたらその駅の情報と一緒にニュースが出てきて「うん、数日前にその駅で人身事故で亡くなった女性がいると」と。あの人だ、うん っていうことになって、それ以降、その人はその電車乗るときどんなに空いてても、絶対に座らないようにしてるらしいです。<ー>というお話ですね。<laughs> ちょっとこれすごい聞きいっちゃいましたけど。あ、なんすか。ね、とんでもない話ですね。ね。ええー。のあのー。最後ね、はい、乗らなかったわけじゃないですか、電車。はい、<も>そうですね、そこに来た電車って。うん 誰も乗ってなかったんですよね。誰もいなかったみたいですね。その電車乗ってたらどうなっちゃってたんだろうとか思っちゃいますね。そうですね、またその何回もなんか時間がループしてるみたいな感覚が、またどういうことなんだっていうのもあるし。うん 昔そういういいドラマあったじゃないですか、はい、なんかそういう能力がね身について、まあ、漫画でもありますけど、うんはい、で過去を変えるとかね、うん、でそこでもうくならないようにこう自分が助けるんだ、うん、で未来を変えていこうなんて話ありますけど、うんはい、変えられないんですよね変えられないっすねでそれは何だかっていうともう実は過去にそういう事故が起きた後だったから、ね、うんなるほどだってその日じゃないんですもんねその事故があったの、うん、そうですねもうもっと前の日なんですん前の日に だからその女性の思いとか念とかの残ってて、うんうん、そういったものを、まあまあ、彼に見せててそうですねただ途中言ったセリフですよね、はい、一緒に死んでってだからそこで自分はみなぎをしてしまったんだけど、うん、でもやっぱり寂ししいいのかっててほ、まあ、本当にたまたま寝過ごしただけだったんですけど。 それで、まあ、本当にたまたまその車両に自分が一人で残っただけで、まあ、それに巻き込まれたっていう形だったのかもしれないですけどもうその寝過ごしたのもたまたまじゃないんじゃないかとすら思ってきちゃいますけどねんよくねそういった例とか,なんかをいたりとかすると猛烈ないかにしてもこう我慢できない眠気に襲われるって結構あるあるらしいんですよ。なるほど だからもうそこでもう寝落ちさせられててそのうとうとうとした中で不思議な空間の方に引っ張られていたのかもしれないですよね。じゃもうただの,その寝不足っていうことではなく、うん、うう不思議な力に導かれてっていうことなんですかね、うん、はあいや,いやただ今のお話も非常に不思議ではあるし。はいはい まあね、事故に遭われ、まあ、人身事故ということでねまあ大変な事故だったんですけど。うんうん